お願いします。お次はですね、奈良市のスペクターの、葉月さんのチームの、特攻服と、バイクを紹介していただきたいと思います。葉月さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。奈良市のスペクター21代目総会長、葉月和弘、よろしく。よろしくお願いします。うちの、はい、奈良市のスペクターの、はい、オナペットの花です。葉月さんの、いや後輩です。あ、後輩の、うちの実家がうちの目の前だった。はい、あ、子供の頃、はい、この特攻服は俺の兄弟の、俺の兄弟分の特攻服で、はい、いや俺の特攻服ははい、モバオクで30万で売っちゃったんで。え、モバオクで30万で、うん、30万で売れるんですか。そうそう。葉月さんはちなみにその当時は、ショートとロングどっち。あの両方持ってた。あ、両方持ってて、まあ、これは兄弟の、はい、着てたやつですね。はい、葉月さんの兄弟の方の特攻服ですね。うん、ちょっと特攻服ちょっと見させていただいてもよろしいでしょうか。渋いっすね、色が。船橋のセンター競馬場のところの、あの桐山刺繍店というところで、はい、あの入れたんですけど、まあ、はい、一番総名連合も、はい、千葉のブラックエイペラーも大体みんなそこの桐山刺繍店で、はい、桐山刺繍店ですね。なんかさっきも言ってましたよね。あ、さっきの四つ街道スペクターの方も言ってましたね。はい、桐山の親父結構はい、刺繍間違えてね、はい、E が O になってて、はい、あのスポクターだった、はい、あ、そうなんですか。ここにあります。ちょっとボンミスがたまに、はい、ボンミスがたまに、いや、結構そうですよね。ちょこちょこ、はい、全部あの機械じゃなくて、はい、手でやったんで。あ、これは手で、手なり手でやる。だからドクロも、はい、あのちょっとずつみんな形違う。基本的には奈良市のスペクターのドクロっていうのは、はい、あのこの手がなくて頭蓋骨だけなんです、はい、これずっと奈良市の、はい、まあ、勝浦のスペクターは、はい、初代からずっと、はい、だとこう台が下に下がってくるついて、はい、まあ、ごちゃごちゃになってきたんですけど、はい、まあ、基本的にはライブグッズはあの頭蓋骨だけです、はい、ね、まあ、入り方やっぱいろんな チームによって違うんですね。あの基本的には各、チームによってスペクターチームによって、はい、ドクロがちょっとずつ違うんですけど、はい、まあ、この刺繍に関しては、はい、あの桐山刺繍店の親父のボンミスです、はい、あ、ボンミスなんですね。ボンミスでちょっとずつ違う。あ、そうなんですね。あんまり気にしないでください。はい、あ、わかりました、わかりました。あ、ちなみにじゃあ、あとじゃあここの塩ですね、ちょ葉月さんからちょっと読んでいただきたいなと思います。いや、これあの、はい、俺は詩のセンス抜群なんですけど、はい、あの兄弟あの詩のセンスがないんで。あ、そうなんですか。ちょっと読むの恥ずかしいんですけど、はい、読みます。よろしくお願いします。俺らが咲かせた花だから、守り続けた奈良市の魂、命をかけた道だから綺麗に散りわすこの道で。あまりセンスないですね。いやでも全然かっこいいですけど、はい。オスの二文字、心に刻み、耐えて忍ぶが落ち込み、ここに暴走一筋、走り続ける老いたちの場所。いいですよね。全然かっこいいですよね。うん、これです。霧のない喧嘩、そして走り、どれ一つ負けたかった。俺の青春、暴走族で最低、暴走族で散っていく。まあ、こんな感じですか、ね。いや、かっこよくないですか。あ、そうですか。はい。俺の青春はあります。葉月さんの特攻服もちょっと、モバークでその持ってる人ちょっと返してください。じゃあちょっとズボンもですね、うん、はい、ズボンもじゃあ、ズボンね、こういうのこうやって開けて、バンくらい、あ、まだ待ってないです、これパンツだって。仲間と共に命を張って守り続けた足だし、今宵でこの花散らすわら、思い出大きい道がいい、山本ジョージみたいですね。でですね、ここがですね、23代目習志野田町引退記念、ね、ポケットがですね、色がちょっとこう紫ですよね。そうですね、はい、総名習志野、うん、あ、こっちが喧嘩上層で、あ、もう行っちゃったんでこっち行きましょうか。あ、本当ですか、これは勝負ですね、はい、あ、もう一着、紹介していただきます。これ勝負で、はい、じゃ僕持ちましょうか。あ、どうぞ。はい、葉月さん、じゃあ俺はあのスペクター入れないで、あの感じで開けてね、喧嘩用の、あ、喧嘩用、あ、喧嘩するときに聞く、喧嘩用のとこで、へえ、聡明鳴らしのと書いてありますね。あ、動きやすいってことですか。特に意味ない、ね、まあでも喧嘩のときに切られてたっていう。
全千葉聡明連合23代目習志野スペクターですね。ここもじゃあ、肩もじゃあちょっと入り土台経過そしてどれ一つ負けない。さっきなんかどっかどれありましたね、ここの、はい、ここのなかったっけ。前がですね、これがね、フォア側一家っていうのが、まあ、はい、俺らの中学校、小浜中学校ね、花もそうだし、はい、俺もそうだし、俺兄弟も小浜中学校、小浜中学校代々小浜中学校がナラシュスペクターの中心、はい、中心だったんで。あ、そうなんですね。まあ、他は全部支部って名乗ってるんですけど、はい、ナラシュ、あの小浜中学だけはあの一家、はい、あのナラシュスペクター中心なんでね、はい、あの小浜一家、はい、感じです。あ、はい、ここは北奈良市のが総本部ですね。北奈良市、北奈良市の、北奈良市の北奈良、地元で北奈良、あ、北奈良、北奈良総本部、はい、ね。まあこれもご存知、サブラインですね。サブラインなんですよ、昔の人はやっぱり。そう、それからブラックキャットだったんですよ。あ、そうなんですか。ブラックキャットはちょっと初めて聞いたかもしれないですね。幸福はこういった形なんですけど、次はですね、まあ葉月さんの方からですね、この綺麗なこのバイクを紹介していただきたいなと思います。気になるところは今誰が肌自分でしょうがない。まあ質問していけばいいんじゃない。じゃあ質問していきます。じゃあ、 あのこのバイクの、まず車種からちょっと聞いていきたいなと思います。はい、はい、GSX2 班ですね。これ2班の、はい、5機ですね。5機ですね。5機です。あ、でもあれですね、このカラーリングがあれですね、はい、奇抜で、なんかこうセンスが、うん、センス出ますよね、うん、カラーリングで、はい、綺麗な感じで、なんか紫かっこいいんですよ。紫好きなんです。紫かっこいいですよね、バイク紫かっこいいですよ。なんか浜崎あゆみっぽい、なんかあ、これです。これは、塗装が、はい、ちょっと、なんて言うんだろう、羽とかこう、薄らぼかしでこんな感じで入れたくって、はい、そしたらこうやってくれた子がこの子なんですけど、あ、いいですね、はい、があのお花とか入れたら花さんなんでって、あ、そういうことですね。そう、いろいろそれでこうやってくれたんです。あ、じゃあ名前と合わせてこういう感じで花にしてくれたってことですね。そうですね、はい、で彼のセンスで名前が、はい、あ、なるほど入りました、はい、あの鈴木は嫌だって言ったら、はい、これになります。あ、ね、これタイヤはこれ純正ですか。そう、あのもう買った時のまま、はい、あ、そうなんですね、はい、あれ5機って純正これでしたっけ。そうです。あ、そうでしたっけ。多分全部星キャスメジャーって感じですよね。マフラーは、あ、マフラーショート缶ですか、これは。横浜の方の先輩にいただいて、もともとはなんかメッキのもうちょっと回数の大きいのをつけてたんですけど、はい、それもちょっと吸ってたんですけど、はい、これに変えてから、はい、めちゃめちゃ吸うように。あ、そうなの。聞かせてもらえますか。ちょっと音お願いします。大丈夫ですよ、いいよ、かけて。直感ですか、ちなみに。今、はい、あ、直感ですね。芯なし。芯なしですね。ワイヤーが切れてるね。あらあら、大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや、大丈夫ですか、本当に。大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いや、なんかこれは高見ごなんで。あ、本当ですか。高見なんで。あ、本当ですか。大丈夫です。あ、いやいや、大丈夫かなって。いや、でも、あれですね、2班の5機でだと、吸いますよね。そう、そうですね、はい。びっくりしました。もう、大丈夫かなって。そっちも言ってはい。大丈夫ですか。びっくりしましたね。本当大丈夫。住宅街であるんで。そうですね。じゃあ、後ですね、ちょっとあの、ステッカーとか、貼ってあるんで、うん、それをちょっと見させていただきましょうか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちなみにこれはあれですか、花さんの旧車会。はい。それを作った時に、はい。まあ、何も貼ってない状態じゃないですか。はい。あったんで、貼って貼ってって、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、こう丸先輩いるんですけど。出させていただいてます。あ、そうなんですか。はい、あ、俊太さんの出てるんですね。出てます、ね。はい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 。自分のマシンを作る前に、はい、当時また別の先輩の5機を乗って、はいはい、俺映りたくないっていうのを、はい、
代理で出てる。あ、そうなんですか。はい、あ、なんか出てたんで。じゃあこっちも、じゃあこっちもありますんで。まあ、ここはアーリーキャッツのこのステッカーがありますね。はい。木更津レーシングチーム、木更津ワルノリの方ですね。やってるやってんな。上に立って入ってないんですよ。はい。3段取って。あ、これこの方はスペクターの方で。スタースペクターの。あの追悼の方の。ああ。そうなんですね。これは双葉で、双葉で大丈夫ですか。はい、双葉って成田の方ですか。いや、鎌ヶ谷の方。あ、鎌ヶ谷の方。はい、そうですね、こういった感じで。これは、これは旧社会の。これあれです、はい、あの、それこそ、奈良捨ての方で一緒にやらせていただいてた、はい、極悪乱舞っていう元レディースチームの。あ、これはレディースの極悪乱舞っていうレディースのチームってことですか。の、昔のステッカーのリメイクを、はいはい、作っていただいて。あ、そうなんですね、はい、それで貼らせていただいて。まあ、じゃあ当時はこういった形でただリメイクして全く同じ。全然違うんですか。やっぱ黒に。あ、シンプルな感じで。なるほど。もう聡明連合みたいな、あの感じのと、そういう感じ。はい、あ、そうなんですね。全く同じような。なんかその入られてたとか。あ、そうですね。ちなみにレディースだったのが来たりするよね。お世話になってました。あ、ちょっと、はい、あのレディースで。まあ、その当時の話してもらえばいい。いや、ないです、ないです。中学生で先輩にくっついていってただけなんで。はい、あ、そうなんですね。NG みたいです、やっぱレディースの話は NG みたいです。はい。先輩たち差し置いてる、何も言えないじゃないですか。あ、やっぱ出る、先に上の人が出ないと。ですよ。あ、それは、いや、よくやっぱレディースの方、やっぱ横浜でもそうなんですよ。やっぱレジェンド出ないとなかなか出れないっていうのがやっぱ結構、まあ、どこもやっぱ一緒ですね、やっぱり。そうです。はい。まあそういった感じでですね、今日は、奈良市のスペクターの葉月さんの兄弟分の方の特攻服と、まあ、あ、花さんの単車、紹介です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よし、うん、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。かっこよく行っちゃってください。